3つ目こちらです。じゃん、単位制の踊り高校へ編入、はい、ということで今日もね、ドリの木に、鈴木さんはですね、千歳から来てくれました。はい、ね、でお昼レッスンがあって、その後ドリの木に寄ってくださってるんですが、はい、今日平日ですので、考えてみたら普通の高校生はね、はい、お昼から歌のレッスンして、はい、ね、夕方から札幌人図鑑の取材を受けてということこのスケジュールなかなかできないじゃないですか。そうですね、やっぱりこう将来的に歌手を目指すというふうに決めたら、はい、そっちの道をね、選ぶために、頑張ったということなんですけど、ちょっとこのあたり教えてください。そうですね、やっぱ、はい、私が本当に歌手になりたいっていう思いが本当に強くなったのが高校1年生の秋ぐらいなんですね。はい、でそれでどうしても歌手になりたいと、うん、でさ、もともと千歳の高校に通ってまして、はい、で千歳だとボイストレーニングの場所がないってなった時に、うん、はい、私は札幌のところのボイストレーニングに通いたいと、はい、札幌来たらいっぱいあるから、はい、まずは札幌出たいと、はい、うん、っていう思いで、はい、まずそれを親に言ったんですね、うん、はい、でそれしたらやっぱり親は最初やっぱり、うん、うん、でももともと推薦で入らせてもらったので、うん、中学の先生推薦してくれたのよ、はい、それで推薦で入れたんじゃないね、はい、お母さんに言われて言われました、はい、でもそれで、やっぱそうなんだけど、うん、やっぱり自分の夢が本当に、その自分で本当に歌手になりたいってそういう思いが強くて、はい、それを親にもぶつけたんですよ、ね、うん、この思いを一生懸命ぶつけました、はいはい、したら、うん、うん、いや、まあこう学校を辞めて、はい、学校移って、はい、移ってそれでボイスを通うっていう方がじゃあいいんじゃないかってこう言ってくれて、千歳から普通に、はい、ボイスの学校だけね来るという通うっていうことも選択肢もあったんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱ私も、まあ、部活もやってて、うん、でその陸上部のマネージャーをやらせてもらってたんですね、はい、うん、で学校終わって、うん、で部活もやって、うん、でそれから札幌の高校か札幌のそのボイスに通うとかってなったら、いろいろ時間とか、うん、時間とかの関係もあっていろいろなんか難しい。部活だけ辞めて歌のレッスンその代わり始めるっていう選択肢はなかった。やっぱ本当にもういい人たちばっかりだったんですね、あ、ですに辞めたくない、部活だけなんか辞めるっていうのが本当になんか嫌で、あ、自分の中 で、えー、でそういう思いもあって、で最終的にその、大通高校っていう高校を、うん、いとこのお母さんの方に勧めてもらって、うん、で、はい、で単位制の高校 で単位制、これ大通高校の大きな特徴です、はい、単位で取っていけばいいんだもん ね、 これね、そうですね、うん、で自分でその授業とか、はい、その取らなきゃいけない科目とかやっぱあるんですけど、うんうん、それも取って、あと自分でそういう組み込める授業とか好きなところに組み込めたりするん で、はい、で全日制ではないですけど、うん、やっぱ午前部とか午後部とかいろいろありまして、はい、うんうん、でそれで朝から通える普通の高校生と同じように朝からちゃんと通るってところで、はい、自分のそういう歌を歌詞になりたいっていうそういう夢と、はい、両立、うん、叶えることできるっていう、うん、そういう面で踊り高校を選ばせていただいてます。へえ、本当にね、私今まで踊り高校の生徒さんいっぱい取材しましたけれども、みんな自分の夢にまっすぐ向かっていて偉いね。はい、うん、そうですね。そしてまた夢を叶えるためにその単位制っていうこのシステムがすごくね、やっぱりいいんだろうなと、フィットするんだろうなっていうふうなこともよく感じます。はい、だって練習、今日だって練習も行けたし、もしなんだったら営業が入ったらですよ、これ分かんないよ、9月本当に優勝してもあれよあれよってことになるかもしれない、はい、そしたら卒業を待たずしてですよ、何か午後バババーンとスケジュール入るかもしれないけど単位制だから頑張って取ろうと思えば取れるわけですから、はい、そういうことですよね。そうですね、それ大きな魅力ですよね。はい、うん、踊り高校の大きな魅力で一つで、そういう理由で踊り高校を選ばせていただきました。うん、2年生から来たんだっけ。そうですね、2年生から踊り高校に編入っていう形で、うん、
そうやってね、自分のその学ぶ環境も自ら整えて、頑張って親も説得して、手に入れた今のその環境の中で全国大会への切符も手に入れたというね、鈴木さんですけれども、どうですか、やっぱり将来の夢みたいなところで言うと。やっぱり将来の夢はもう歌手、歌手になりたい、歌手になりたいなんですけど、本当にもうなれる、なれる、なれます。お顔も可愛い、可愛くない、歌も歌えるし、大丈夫大丈夫、可愛い可愛い、歌手を目指してということなんですけれども、はい、今のところ今3年生じゃないですか。そうですね。卒業後はどういう感じ。卒業後は一応自分の中では東京の、一応音楽の専門学校の方に進もうかなと思ってるんですけども、はい、一応自分の中でそういう、ね、ということで本当にこう、歌で世に出るってすごく難しいことだとは思うんですけれども、はい、今日はそのアニメソングもアニソンも聴かせていただいたし、民謡も聴かせていただきましたがこんなに可愛くって、そして実力派だということがよくあの伝わったかなというふうに思いますのでぜひあの名前と顔を覚えてですね、応援をしていただきたいなというふうに思いました。9月の全国大会をぜひ頑張ってください。はい、頑張ります、頑張ります頑張ります、はい、今日のゲストは第7回全日本アニメソンググランプリ札幌予選で優勝いたしました大通高校3年生の鈴木愛奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。